ゆかチャンネル。私が好きなブランドだ。こういう余裕は。そうね。ここのカフェにすんちゃん一人で来て、なんかケーキの数なかったの。それで食べれなくて、なんかシュンってして帰ってきたから。今日、一緒に来てあげました。すんちゃん、何ケーキにした？いや、いちごとチョコレート。昨日やったらいちごだったけど、やっぱ今日は今からだからさ、チョコレートにしたの。チョコレート。あ、そうだ、ゆかはモンブランにしました。いただきます。またね、うちら院長に行こうと思ったんだけど、結局ちょっとショッピングしたりなくて、あの明洞に来ちゃいました。なんかね、フロントの方が YouTube 見ててくれてるのか、 YouTuber ですよねっていうことでお部屋交換してくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にこれからショッピング行ってきます。はい、バイバーイ。皆さん、うちら遊びすぎました。ここで行こう。やべえよ。皆さん、戻ってまいりました、はい、どうだった？今日、今日は、うん、まあ、ゆかのコンディションが、うっとうしいから私何もできなくて、うん、まあ、変な NASA の最後めっちゃ急いで、あのね、すんちゃん今日も着る服なくて、これ2日目でさ、でゆかもんだけどさ私はまだ外出ますかな。全部やってないじゃん。違うの、申し訳ないじゃん、私のファンがいるから。そう、さっきね、明洞駅のところで、あの話しかけられたの。普通に道聞かれたんだよね。そうあの、地下鉄どこですかみたいな中国語で聞かれて、すんちゃんめっちゃ最初話しかけられた時にファンかと思ってさ、だからもうなんか4年病です。言わない、それカット、カット、カット。めっちゃ四角な。そう、買い物はね、さすがに楽しみすぎて
動画撮れなかったんですけど、ミョンドンの道具はないね、今日の夜の。それでは、それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。明日ね、チェジュに戻るんだけど、でも19からプサンの予定で、一応親戚の結婚式に参加して、あとはコジェ堂に行きます。はい、なのでそれもお楽しみに。次の動画で会いましょう。バイバイ。バイバイ。おやすみ。